ぎっくり腰になったかもしれない。こんにちは。前回トップスの断捨離をしたので、今回はボトムスからやっていきたいと思います。その前に片付けエリアを作るところからやりたいと思います。これは多分夫が着たやつなので、一回洗濯に回します。
え、ぎっくり腰になったかもしれない。え、痛い、やばい。え、ちょっと、え、マジで動けない、どうしよう。え、痛い痛い、やばい、マジで。え、どうしよう、ちょっと、ちょっと、とりあえず分別したものをちょっともうちょっと休んで、痛い、寝返りが打てない。え、もうちょっと休んで、え、ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、痛い。もうちょっと痛みがね引くのかな、わかんないけど、もうちょっと、もうちょっとばっかり打ってる。痛みが収まったらこの分別した服をタンスにしまいたいと思います。ちょっと休む。ちょっと休みます。